Ladies and gentlemen, welcome to Snowlemon English for i d i a t e Today's lesson. <S 今日は5回にわたってお届けする文型の第二回目。SVO です。S は主語、V は動詞、O は目的語です。早速例文を見ていきましょう。I love you. 最初の「I」はこの文の主役です。Subject の頭文字を取って S で表します。次に「love」は主役の私が何をしているかを表している動詞です。Verb の頭文字を取って V で表します。ここまでは 前回のおさらいになりますが、皆さん覚えていましたか前回と違って、この動詞、love は目的語を取ることができます。つまり自分が愛している対象のものを後ろに置くことができます。この文章で言えば、you が 自分が愛している対象のものでの頭文字を取って O で表しますそれではもう少し例文を見ていきましょう every day. I clean my room. このように動詞の目的になる言葉が 後ろについている文章を SVO と言います。そして前回もやったように In the bath や Everyday はなくてもその文の意味が通るので M になります M って何だったっけという人はぜひ前回の動画を見て復習してください SV と SVO の違いなんとなく分かっていただけたでしょうかぜひ、英文の中で SVO を探してみてください久しぶりになってしまいましたが今日のレッスンはいかがでしたかご視聴ありがとうございます。登録といいね も大変私たちの励みになっております。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。またねまたね